福本市総市長の公約には、市民の声に耳を傾け、市民目線で迅速な姿勢を行うことが含まれています。具体的には、タウンミーティングの実施や行政課題への素早い対応が挙げられます。実績としては、第2次世沢市総合計画全基本計画の推進に力を入れており、市の将来像として人と自然が輝く夢の街を目指しています。この計画の下で、子育て支援、教育の充実、定住促進を重視し、 多様な施策を展開していますこれには認定こども園の開園やコナカ一貫教育の推進などが含まれます。また地域の活性化として市民共働けセンター愛のピアを開設し地域コミュニティの強化と利用者の利便性向上を図っています。福本市長は東京2020オリンピックとパラリンピックの聖火リレーや最下式の開催地として久和市が関わることにも力を入れ地域の魅力を国内外にアピールしています。情報元福本肖像 オフィシャルウェブサイト、これらの取り組みを通じて、福本市長は、しさ市の魅力向上と市民生活の質の向上に努めており、そのリーダーシップのもと、しさ市はさらなる発展を遂げているようです。